どうも、はじめハロです。どうもです。ギョギョです。です。はい、ということで今回ですけども、はい、あの皆さんね、あのよくみんなで一緒に勉強しようよとかやりますよね。はい、一人で勉強する派の人と、はい、みんなで勉強する派の人がいる。いや、俺ハイブリッドやった。今回はみんなでちょっと一回検証したいなと。一人勉強、みんな勉強、結局どっちが効率いいの。イエーイ。ということで今回ですけども、僕たちが全く多分勉強したことないであろうテキストを買ってきました。はいはいはい。ということで僕が用意したのがワイン受験テキストと、ソムリエです。これだから要はワインの基礎知識を今から学んでもらいます。これを使って同じ時間だけ勉強したらどっちがいいねんって話ですよ。で今回ですけど、まあもうちょっとなんか俺お前のこと嫌いなのお前一番は重んじるやつじゃなかったか。俺お前らのこと嫌いやから、俺一人でさせてくれ。今回じゃあ僕が一人チームやります。で君ら3人でまあまあせいぜいなんか適当に遊んでてくださいよ。あ、任せてください。ということでメイキッドパスボーム、イズレッサーン。はい、しもし、とんでもない企画スタートです。ただいま現在1時14分、試験開始まであと5時間46分、準備はよろしいでしょうか。はい、はい、はい、では行きますよ。位置についてよーい、ドン。お願いしまーす。お願いしまーす。ということで始まりました。まずテイスティングからね。テイスティングにおいてはより正確な。さあ、ハット開いてみますか。いったん手続き1ページ目を見聞してみますか。本書はワインについて学びたい方、ワインの知識を仕事に生かしたい方を対象としております。資格取得に魔法のような近道はありません。あざーす。あざーす。あざーす。コツコツと勉強することが基本です。コツコツとは痩せてればいいっていうこと。あ、じゃあお前はまあギリアウト。あ、じゃあ上行きます。ちょっと待って、あのね、これ今思ったんだけど、闇雲に勉強しても間に合わない気がするんで、一旦全部見ましょう。これどういう順序で残りの4時間を過ごすかっていうのをちょっと一旦決めますね。どういう風にリアルにでも赤文字が出るってことですね、きっと。じゃあ一旦日本ワインは俺が、じゃあまずリーダーをやってやろう。じゃあ次の国行ったら、はい、まず順番交代で、はいはい、リーダーを変えていくっていう。なるほど。まあ、基本的に今見た感じだと国ごとのワインの違いであったり、こういうものの歴史とかね、そういうものが書かれているので、まず最初の1時間このワイン概論というところを勉強します。それではワイン概論、レッツスタート。香りがより多くの情報を与えてくれます。ブドウの品種と個性、土壌のタイプ。ここでも暗記きつないですか、少年。確かに一旦ちょっと、あ、いやいや、きついぞ、きついって。これ1日1ページずつやるやつ、やっぱりそのつもりで今度も困りますもん。確かに。でもさ、まあみんなが思ってる以上に一人って辛いっていうことが今分かってます。これみんなで勉強したかった。一人じゃ辛い。え、これ一人じゃ辛い。これ一人じゃ辛い。お前、休み高校や。てか思ったんやけどさ、過去問ゲットしに行ったらあかんのかな。ちょっと調べてみよう。え、ちょっと待って、 YouTube に多分出てるから、これ見たらいいんちゃう思ったけど。ソムリエワインエキスパート試験に絶対に合格したいあなたへの教本をじっくり読むのはダメです。ネットの問題情報を覚えまくるがいいです、書いてあるです、ね。じゃあということで、まあ一旦30分勉強してみました。そうですね、はい、無理ですね。まあこれちょ、本が悪いっす。ソムリエでも無理って書いてますね。ソムリエ、確かに、ソ無理です。まあちょっと作戦があると。それぞれエキスパートの科目を作って、はい、先に先人の知恵を各々、はいはい、そうですね、理解が超深くして、そう、掘っていって、で最後にそれを一気に情報をね、集約するという、はい、場となんか協力するという、はいはい、今これなんか1から30章ぐらいまであるんですよ、はい、項目が各々、はい、一旦3つマスターすると。はい、あいつらの様子見に行くか。一人が暇なんだ。うがんだ、うがんだ、あいつ絶対うがんだ、うがんだ。お、はい、どう。え、いや、めっちゃいい感じです、めっちゃいい感じです、完璧っすよ。やりたいですか。あれ、そんなプライドがない。なんだお前、一人でできるとか言っていたよ。絶対ですか。俺らもう裏表紙見てるから今。俺言ったけど、ほぼ全部行きましたもん。お前マジでこれ、リアルスターとやばな、これ。ということで、じゃあ一旦3項目決まったんで、印刷しに行きましょう。はいっす。ゴミだと食料物資も買おう。そうっすね。
兄弟で、あ、二言かなるほど、はい、じゃあまず、外観を見る。外観の色で、ちょっと、あ、強い強い強い甲州、あ、待って甲州ワインだ、甲州ですよ、これ確かほら、これ甲州ワインなんですけど、うーすげえ、すげえちゃんと合ってる。いただきます。これでもちょっと、ちょっと低いわ、12だった。ああ。どう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 。12です。はい、喉機能している。よし、やるぞ。いいな、なんか楽しそう。一人でずっと勉強するの辛い。ということで、ちょっと僕は一旦一周したんで、一旦ここで記憶の定着を図るという名目で、10分寝ます。絶対起きない。絶対起きない。いや、大丈夫、絶対起きる。いや、起きることに関しては定評あるから、マジで。じゃあ起きなかったらどうします？じゃあ起きなかったら、フランスやりましょう。お、フランスの量見てから来てもいいです。え、マジ？いきますよ、こっからですね。うん。え、そんなやります？無理。えぐ15分にしてもいい？まあ、じゃあ15分にしましょう。15分。あのさん、フランスをやることが決定しました。いやいや、起きてましたよ、僕。いやいやいや、今のは寝てました。いやいやいや、今復習してました、脳内。いや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 、じゃあお前だって出してみるよ、お前ちょっと。お、南オーストラリア州のオーストラリアンワインの生産量大半を担う。バロッサバレー。正解です。イエーイ。お、むずいと思ったのに。今ので5分獲得した。これやべえな。分かった、5分勉強して5分寝るを繰り返します。今からだから寝たら記憶をなんかしっかり定着させるっていうのあるんで、いい作戦じゃないですかこれ。今から5分寝たいと思います。あ、一旦ちょっと発表していきます。スン君から。まずウルグアイです。ウルグアイ、イエーイ。はい、ウルグアイのポイントはまず南米第4位のワイン生産国ってことですね。まずオーストラリアから入りたいと思います。はい、ニューサウスウェールズ州っていうのはこの辺、はい、とあとクイーンランド州。チーズでございます。白カビタイプというのがあります。表面に何か塗るんですけど、ペニシリウムガンダディムというね。ガンダガンディダムか。ガンディダムガンディダム、よりガンダム味が欲しい。ガンディガンディガンディダム。世界平和のために戦います。暴力とは間違いない。日本酒です。これだけ覚えておけば大体わかります。はい、寝てたなお前今。寝てたなお前今。もらこうってなあいつ。これえぐいな。これ皆さんが思ってる以上にこれえぐい企画なんですよ、ほんまに。ということでね、もうそろそろ6時になるので試験会場に向かいたいと思います。焼酎はですね、ボンチュー、焼酎は結構きついっすよ、ここから。ピエロ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 、連続式蒸留焼酎、アルコール度数が36度です。ひゃーっけー、高くてクソワロ数だよ。高いっす。はい、ということで、はい、1人バーサス3人勉強模擬試験っていうのがあるんですよ。はい、はい、これが大体120問かな。おー、いいね。20問ついてるんで、この120問を解いた時の、まあ1問1点、はい、120点満点での点数の平均と俺1人の点数で勝負すると、はい、ということで、はい、いきまーす。はーい、よーい、スタート。お願いしまーす。よーす。あ、意外とでも普通な、ビビるぐらいわからん。弱い、僕もってかビビるぐらいむずいんですけど。え、お前らこれでさ、俺刺してもらったビビるやろ。これの、これ乗ったらビビります。刺しのたび。連続式蒸留焼酎におけるアルコール度数の規定を選んでください。あ、これ見たことある、これ。これ見たことある。ゆさんでやったやつや。ゆさんがやったやつや、これだ。お、オーストラリア来た。ゆさん、あ、あ、あ、イエーイ。
えぇと思うじゃないですか、うん、それ以降の問題が。え、おい、裏切んなオーストラリア、おい俺がめっちゃ必死に勉強したオーストラリア、ソルビンさんの表示番号、そんなん絶対載ってなかった。何の話してんねんお前。テキーラジンウォーカー、ウォーウォーイエー、テキーラジンウォーカー、ウォーウォーイエー。おぉ、分かるの来た、オオカミチーズ買った。おぉ、何これ、おぉ、来たこれっすよ、オオカミ、イエーイイエーイ。1個言ったさ、この7時間ぐらい起きてることをまず褒めてほしいって。よ、ちょ、マジで、ほんまに手抜かせにずっと勉強したんですよ。いや、ほんまにほんまに、いや、ちょっと、マジで。はい、じゃあいきますね。はい、1番、はい、2、イエーイイエーイ。2番、はい、4、あざっす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 。3番、よし、こっから、こい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 。10番、3、じゃーん、11番、2、え、ガンダム、ガンディ、ガンディが、カビ、カビじゃなかったっけ、ガンディは白っす。白カビタイプというのがあります。ペニシリウムガンダディム、世界平和のために戦います。オオカミチーズ買った。オオカミイエーイ、オオカミイエーイ、オオカミイエーイ。はい、種類が増す。ガンダム色白いじゃないですか、青さん。ガンダム白いって言ったじゃないですか。え、じゃあ どういう感じで言っていったらいいやろ。普通、じゃあもうちょっと近いでいいんじゃないですか。はい、わかりました。僕のテク点は120分の、はい、39。おお、じゃあ次、花尾さん31点でーす。耐え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 ってことがぴったりくる。で、僕は120点中45点です。すげえ、すげえ。平均は、平均は79、31、45でしょ。38点以下だったら僕らの勝ち、はい、39点以下だったら出川さん勝ち。あ、そうです、はい。私の得点、43点でーす。わー、ガンダムマジでマジでいや、やばいっすよ、あれ。やばいよ、あれ、あのくだりに何分かけたもんか。なんでだよ、ほんまだから自分が嫌で勉強、俺ほんま向いてないと思ったから。もう勉強キャラとかはいいっす、もう僕は。1時にこの企画始めて、はい、今現在朝の8時、朝の8時3分なんですけど、いやでも今回の一番伝えたいことはソムリエがヤバいって。ソムリエはヤバい。ということで、まあ大学生、中高生の皆さんね、試験勉強を早くやり始めましょう、はい、ということで、まあ皆さんね、こういうの見て楽しかったらね、ぜひ高評価をしてください。頼むから、頼むから押してください。高評価、僕らの時間に高評価を。尊敬に乾杯。はい。